ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は電車の遅延についてお話ししていきたいと思います。日本の多くの人にとって重要な交通機関、電車。皆さん、電車に乗るときに遅延が起こって困ったことはありませんか？多くの人が使う交通機関ですから、なるべく遅延は避けたいところです。日本は世界と比較して電車の時間の正確性がずば抜けていると言われているのは有名ですが、韓国のネットでは、日本は遅延が多すぎる、韓国の方が優れているという声が上がっているんです。日本はとても正確な時間で運行するのに、なぜ韓国に負けてしまっているのか。そこには日本人としてとても誇らしい理由が隠されていたというお話をしたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。とある韓国のネット掲示板にこのようなスレッドが立てられました。日本の電車は毎日遅延している、しかもそれを改善しようとしない。するとそのスレッドには韓国の人々からたくさんの書き込みがありました。その通りだ、日本の電車は遅延するのが当たり前だ、しかも鉄道会社は遅延することは仕方ないことで、直せと言われても直るものじゃないという態度だ。日本の鉄道の遅延は本当にひどい。私は日本旅行に行ったことがあるけど、時間通りに電車が到着したことがない。遅延を改善するつもりがないなら、いずれ誰も鉄道を利用しなくなるだろう。その点、韓国の電車は世界的に見ても素晴らしく、日本を圧倒している。これはとても誇らしい。こういったコメントが多く寄せられたそうです。そしてこの話はこのスレッドにとどまらず、どんどん拡散されていき、韓国内では日本の電車は韓国より劣るという認識となりました。しかし果たして本当に日本の電車は韓国に劣ってしまっているのかというと、そうではないんです。そもそも日本では遅延の定義がものすごく厳しく設定されていて、1分遅れただけでも遅延としてアナウンスが流れるようになっています。では世界ではどこからが遅延となるのでしょうか。イギリスでは短距離線で5分以上、長距離路線で10分以上遅れた時に遅延とされ、イタリアでは15分以上の遅れで遅延扱い、フランスでは高速鉄道で14分以上、在来線の寝台列車は30分以上の遅れで遅延扱いとなります。インドに至ってはなんと10時間遅れるなんていうエピソードもあるそうなんです。世界において電車は少なからず遅れるのが当たり前だと認識されているわけなんですね。つまり日本以外の国では遅延の基準がめちゃくちゃ緩いと言えるんです。では韓国の電車の遅延状況について見ていきましょう。2015年に韓国の e-daily というメディアで掲載された記事によると、韓国では電車の遅延が多発しているそうで、鉄道公社が運行する電車全体の定時制の評価は 66.6 点。特に韓国の高速鉄道 KTX で遅れが頻発しているということです。 KTX の定時制は2006年度から毎年下がり続けており、改善するどころか悪化しているわけなんですね。しかも韓国の高速鉄道の遅延の定義は15分以上到着が遅れた場合となるので、遅延の基準が緩いのに遅延が多く、車両の故障も多いので不満が募っているそうです。そのため韓国からは、最初から到着時間を15分遅らせておけばいいとか、日本の新幹線を導入しておけばよかったといった声が上がるほどだそうです。逆に日本の鉄道に対する海外の評価はどうなのか見ていきましょう。電車の静かさと時間を守っていることに感心した。こんなに電車が時間通りに走っているのは世界中で日本だけだ。乗り心地がとても良く、音も静かだ。新幹線はとても速く走るのにほとんど揺れないんだ。日本の電車の中にはゴミがなくてとても綺麗だった。到着が時間通りなのは予定が狂わなくて助かるし、エアコンまでついていてとても羨ましい。このように日本の電車は世界から高い評価をされています。ちなみに2016年度の東京から新大阪間を走る東海道新幹線の年間合計遅延時間はわずか24秒ということです。意味がわかりません。すごすぎませんかこれ。他にも日本の自動改札機も素晴らしいと評価されているんです。フランスなどでは自動改札機は1分間に30人ほどしか通過できません
が、日本では60人から80人の人々がスムーズに通過できます。他にも都営地下鉄に導入されている券売機では8カ国語に対応し、観光スポットを選択するだけで最寄りの駅の切符を購入できるという外国人観光客にとってとても使いやすい機能がついているんです。おもてなしですね。他にも日本人の乗車マナーの良さも有名ですね。電車に乗る際にホームでしっかりと列を作って乗り込んでいく様は世界中から称賛されています。海外では早い者勝ちとして扉に殺到するので非常に危なっかしいんですね。それに乗車後も携帯電話で通話する人はおらず、とても静かに乗ることができます。こうした鉄道の利用のしやすさなどもあり、2022年には日本は観光世界一の国に選ばれ、コロナ後の世界で最も行ってみたい国となっています。とても嬉しい気持ちになりますね。他にも日本にとって誇らしいものや電車のいいところなどあればコメント欄に書き込みお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。この動画の感想や扱ってほしいテーマがあればコメント欄までお願いします。ここまで見ていただけた方は、最後まで見てやってわかるようにチャンネル登録高評価をいただけると私泣いて喜びます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。